はい、はじめまして、ボートレーサーの丸野和樹です。この度、YouTube を開設することになりました。で、今回第1回なので、対談ということでスペシャルゲストを2人呼んでおります。ではお願いします。はい、アロハおめでとう。おめでとう、おめでとう、丸ちゃん。ありがとうございます。ゲストに呼んでいただき光栄です。光栄です。ありがとうございます。深谷さん、よろしくお願いします。お願いします。今回峰さんと深谷さんに、来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ね、まるちゃんも初めてやろうから、まあ、はい、俺が MC するわ。よろしくお願いします。まあでも本当に、まるにも勧めたし、 YouTube はもう絶対やった方がいいっつって、でそのやっぱ丸のいいところとかは、まあトレーニングとかすごいね、インスタとかで上げてるけど、それをこうね、やっぱ YouTube を使っていろんな人に広めていって、まあボートレースのね、もうあのこう拡大につなげてほしいなと思って、でそれをお願いしてやってくれてるから、まあちょっとなんかこう、あの伝えたいこととか、こういうのを今からやっていきたいと思いますとか、そういうのをちょっと教えてほしいなと思って。そうですね、あの僕の YouTube でやりたいのはもちろんそのボートレーサーのトレーニング動画っていう、まあインスタグラムでマルトレって言って発信してるんですけど、そういうところをもうちょっと掘り下げて、どん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 発信していきたいなというのと、あとはあの、うん、僕ボートレースのちょっとそういう何ですか、解析であったりとか、そのターンの動画のここがどうここがどうとかっていうのをちょっと見たりするのも好きなんで、そんなんもちょっと掘り下げて、皆さんとちょっとそういうのをちょっと共有できたらなと思ってます。あと、うんうんうん、はい、なるほどなるほど。まあでもすごい興味がある部分がめちゃくちゃ多いから、でレーサーもそういう人いっぱいおると思うし、うん、でね、やっぱインスタとかじゃちょっとね、もうちょっとこう深く見たいってともあると思うから、やっぱ動画ね見せるならやっぱ YouTube が一番すごく便利だと思うしね、うん、みんな手軽に見れるしね、はい、そこのもうこのもう丸の裏にもバランスボールやな、このもう主張がすごいです。はい、トレックですよね、これ。なんか。もうね、やっぱり、ね、もう、こういうの見たいよね。こういうジムで、今、ジムで撮ってるんですけど、うん、ここでトレーニングしてる姿とかも、こう、どん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 発信していけたらなと思ってます。すごいいいことやと思う、本当に。まあ、その、で、丸のさ、こうボートレースに対してのトレーニングをすごいやってるじゃんね。はい。で、結構丸のそのトレーニング風景とか見てたら、もうこんななんかいるんみたいなやつもやるじゃん、もう見たことないようなトレーニングやってるじゃん。そうですね、ちょっとなんか見たことない動きであったりとか、普通筋トレのイメージとはちょっと違うような、あの体をしなやかに動かすトレーニングっていうのをやってます。あー、いや本当にね、もう遊んどるようにしか見えんけどね、俺からいや多分僕あれなんですよ、平和島でまるちゃんと一緒の相部屋になったんですよ、初めて、うん。その時に宿舎でも、トレーニングしてて、うん、いや、もうこれ、ガチですごいなって思って。見せかけじゃなかった。見せかけじゃなくて、で、若干なんかちょっと僕もなんとなく真似してやってたんですけど、これは無理だなっていう感じでした、ね。あ、そうなんや。深谷さんが寝てる横で、3点倒立をしたりしてました。追い込むね。もうプレッシャーかけてくれ。プレッシャーかけて。深谷さん寝て漫画読んでますけど、僕3点倒立してますよみたいな、ね、朝から3点倒立して、モーニング3点倒立ですからね。はい、朝の7時台から3点倒立と腹筋してました。ガチガチやってましたよね。はい、プレッシャーかけてくね、さすがに落ち着いてからこう足見えますからね。面白い。一応見えないようにはしてたんですけどね、足だけ上からはみ出てたみたいで、3点倒立、さすがに、もう足だけ映って、こう、なんかもう、あることなんだ。まあでもさ、そういうのなんかさ、まあ俺多分、レーサーも見たいと思うし、ボートレーサーになろうとしてる人がさ、やっぱね、すごい見たい人いると思うね。この、どんなんやったら、選手になった時に、使える筋肉があるのかとかね。はい。はい。そう。で、結局さ、その丸とかは、前話したけど、自分がその、実験台になってやってる、って言ってたじゃんね。はい、そうですね。ああいうの聞かせてほしいよね、ちょっとね。そうですね。こういうトレーニングは良くなかったとか、こういうトレーニングはいいとか、また、この一緒のトレーニングするのでも、なんか、こう、ここを意識したらちょっとボートに行かせれるとか、なんかそういうなんとかも、
発信していけたらなと思ってますし、こういうのを発信しようと思った理由がまさしく僕がレーサーになりたいと思った時に、レーサーどんなトレーニングしてんやろって調べた時に全く出てこなくて、当時12、3年前ですね、全く出てこなかったんで、最近はちょっと増えてますけど、そういう部分もそういうのもあって、こういう動画をどん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 発信していけたらなというふうに思ってます。なるほどね、はい、まあ、すごいと思う。まあでもトレーニングだけじゃなくてもね、いろいろボート乗ってるとことかも、俺はそうですね、はい、うん、すごいやっぱ今すごい勢いあるから、マルノのそのターンとかを気になる人って多分めちゃくちゃいると思う。俺もちょっとやっぱ気になるところあるし、自分との、まあ似てるじゃん、なんかその乗り方なんかね。そうですね、はい、似てる中でちょっとやっぱ違う部分も感じるし、はい、でどっちがいいのかなとか思うし、そうですね、そうだから、ちょっとね乗ってるところの GoPro とかあったらすごい興味はあるな、これは。そういうのもちょっと乗せていきたいと思います。じゃあ僕はじゃあミネさんとマルちゃんのコラボで一旦この2月頑張りますね。練習しながらボート乗れんからね。そう映像でね、いつも見てますよ2人のターンを。あ、本当。いや、深谷もよく見てると思う。僕も気持ち悪いぐらい見てますからね。気持ち悪いぐらい。なんかいずれはこう3人の算定旋回とか、そんなこう3人で乗ってる風景のコラボもできたらいいですね。いや、めちゃくちゃいいと思う、それは本当に。なんかこの勢いがあるから、みんな3人とも。あと、しかもやっぱ俺がいいと思ったのは、ちゃんとこう考えがあってやってるから、みんなね、それぞれね、それをなんかね、こうみんなに発信していきたいなと思うし、こんだけ考えてやってますっていうのを教えてあげると、まあ、レーサーの人は多分まず間違いなく見たいと思うし、あと多分ね、レーサー以外の人とかもすごく興味はあると思う。やっぱり本当に丸なんかすごい頑張り始めてからのその結果へのつながりがすごいから、自分の自信にもなってると思うけど、はい、そういうのをね、もうボートレースって関係なくなるじゃん、そのさ、この頑張りが結果になっていくっていうことはさね、そういうのをね、やっぱね、発信してほしいなと思うね。そうですね、はい、うん、あとトレーニングをこう2年間やってきた中で、もっとトレーニングのことをこうちょっとトレーニングの質を上げていきたいなっていうので、ちょっとトレーニングの勉強をしまして、僕でつい先日12月にパーソナルトレーナーの資格も取得いたしました、うん、なので、おお、すごいよね、はい、すごい。いや、俺なんかね、正直ね、あ、そうなんやと思って軽く捉えとったら、すごい難しいやつらしいね、あれね。半年かけて勉強しましたね。ね、なんかそう簡単に取れる資格じゃないもんね、あれね。そうですね、テキストも、まあ、えぐかったもんな、お前読んでる本な。800ページ、900ページあるよ。なんかもう、聖書みたいな読んでさ。しかも最近日本に来たばかりやから、その英語の翻訳がうまくいってなくて、めっちゃ日本語ところどころ変なところとかあって。そうなんです、はい、はい、よりちょっと専門的に深めていけたらなと思ってます。うーん、すごいいいと思うね。まあみんな本当にそういうのは見てほしいと思うしね。で、まああとまあ、これ、まあ、俺からの提案でもあるんやけど、その定期でね、3人でこの動画を、はい、テーマを持った動画をね、配信していきたいなと思ってて、まあ、練習で言った時に2人とも賛成って言ってくれたから、はい、もう本当にテーマとかは何でもいいから、例えばね、本当ボートのことについても細かくスタートターンとか細かく分けてみたりしたりもいいし、乗り方とかね、あとそれとか、あともう本当に自治ネタとかでもいいしね、今このコロナとかそういうのをなんかこう3人でこう自分の意見をぶつけ合ってやるっていうのを定期で、月1回ぐらい定期動画でちょっと配信していきたいよね。いいですね、うん、面白いですね。もう本当に3人が全く考え方が違うから、いろんな意見が多分含めると思うわけ、そこにね。俺なんか結構もう本当ね、ズケズケ言ったりもあれば、ちゃんとこうしっかりしてる2人もいるから、ちゃんとカットもしてくれると思う。もう丸のなんでやねん、なんでやねんも期待してるから、もう。そうですね、これからはちょっと生意気にちょっと峰さんには突っ込んでいって。もう全然、はい、もうなんでやねんだ、俺ザカッともう、こう傷が多いからすぐ。まあでもそういうのをやっていきたいね、テーマを。そうですね、はい、そういうのを例えば丸とか深谷とかの動画に、まあ、僕のでもいいですし、
もうこういうのぜひ見てみたいですとかいうのあのコメントとか概要欄とかにあのコメントしてくれたらね、3人がそれいいですねってあったらね、あのぜひもうやってみたいと思うしね、うん、で毎回あの3人で別の同じタイミングで3つの動画を配信したい。俺が持ってきたテーマと周りが持ってきたテーマと深井が持ってきたテーマを撮ってもうバラバラに配信するから、それやっていきたいね。いいですね、はい、うんうん、でまあ本当要望があれば全然答えますんで、皆さんあの各おのおののチャンネルのコメントとかに言ってくれたらよろしくお願いします。あのこれから、はい、お願いします。うん、もう峰さんはもう無茶振り OK ってことですよね。あの、無茶振りはもう俺は OK、 俺は OK、 そんなカットされるかもしれんけどまあでもそういう感じでこれからやっていきたいと思うんで、皆さんあの丸の正式名称、何チャンネルの正式名称、丸の和樹の丸トレチャンネルです。あーちょっといけてないけどそれお願いしますチャンネル登録もお願いしますね。お願いしますじゃあそんな感じで、これからも3人の YouTube を、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、またその次の動画でお会いしましょう。じゃあまーちゃん頑張ってね。はい頑張ります。ありがとうございました。今日は2人分しとくわ、チャンネル登録2人分しとくわ、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんまた会いましょう。はい、またはい、バイバイ、さよなら、バイバイ。